日本のね着物を着てで曲げを言ってるわけですよ。変わり果ててしまった。やっぱり転んだんだ。そう思ったんですよ。でこのフェレイラと話すんですけど、フェレイラに君は転ぶべきだ言うんです。私は今人の役に立ってる。フェレイラはまるで自分に言い聞かせるようにそう言うんですね。天文学とか医療とかその分野ではこの日本もだいぶこの国もだいぶ発展してきたけど、まだまだ足りない部分がある。私はそれを補うことをしてるんだ言うんです。すると通訳がね、この沢野殿、このフェレイラっていう名前今変えてね沢野っていう名前になってるんですよ。でこの沢野っていう名前は死刑になった男でね、この死刑になった男の妻と子供がいたんですけど、今それももらって、家族を持ってるらしいんですよ。このフェレイラ日本で、この沢野殿はキリスト教のな欺瞞を暴くための書も書いておられる。なかなか面白いもので、井上殿も感心しておった。ロドリゴお前も時間があるとき読んだらいいぞ言われるんですよ。なんか二人の間にはね気まずい感じがあるんです。やっぱ自分ずっと尊敬してたのに今は転んでしまった人間で、フレイラとロドリゴ話すんですよ。結局この国に、井上と結構同じこと言うんですね。この国にキリスト教は根付かない話するんですよ。ロドリゴ反論するんですね。けどあなたは20年以上もずっとここで活動してきて、もう一時期は何十万人もキリシタンいたじゃないですか。そう言って。けど、そうじゃない。この国にキリスト教が根付いたことなんて一回もない。20年以上そこで布教してきたフェレイラが言うわけですよ。なぜかっていうと、一度私たちは広げた気でいた。しかし、彼らが信じていたそれは、私たちの信じていたそれとは違かった。私たちの信じていた神を、彼らは信じていなかった。彼らが信じていたのは結局彼らの神だ。キリスト教は日本には根付いていなかったんだ。結局この二人もね、うまくお互いを納得させることができずに話し合いは終わるんですよ。結局ロドリゴは私が転ばない意志は強いままなわけですよ。でロドリゴはまたね牢屋に運ばれていくんですけど、キシジロウがこのロドリゴが運ばれていると行くところをもう外国人珍しいですから、しかもキリシタン罪人、縄につながれてるところをね、子供とかが馬の糞とかを投げたりするわけですよ。そのバー当たりながら、みんな見物人がね、左右から見てるわけですよ。その中に吉次郎の姿を見えたんです。自分を裏切った男が。そこで自分と吉次郎、キリストとねユダをね当てはめるんですよ。自分にキリスト、キリストは自分の弟子だったねユダに裏切られて貼り付けにされてしまいましたけど、それに自分を重ねるんです。このね旅の途中、何回も何回もキリストに自分のことを重ねるんですよ。ロドリゴ一人で辛い時も、あこの時イエスキリストなら、キシロに裏切られた時も、あユダに裏切られたイエスキリストはこういう気持ちだったのかみたいな感じ、すごい重ね合わせるんですよ。さらにここに来てね、この厳しい環境に来たからこそ、さらにロドリゴのキリスト教への思いってのは強くなってきたんですよ。このロドリゴ自分が連れて行かれる時ね、キシジロを見てユダに重ね合わせて、キリストがユダに言った言葉、行け、生きて お前のなすことをなせ、裏切るならもう行け、キリスト最後ユダに言ったわけですよ。ユダが裏切りに行く前に、それと同じことをね小声で言ったんですよ。大きな声では言わなかったですけど、そして別の場所に運ばれたわけですね。かなりなんか劣悪な環境の場所に連れてかれたんです。牢屋があるんですけど、下がねもう尿で濡れてるんですよ。うわー汚いな思いながら、ほぼ真っ暗なんですよ。しかもそこ真っ暗で壁とか手探り行ってたんです。あ文字があった、文字なんか彫ってあるんですけど暗いから見えない。でも手探りでこう触ってみるとね分かるんですよ、彫ってあるから。たたえよしよう書いてあったんです。こんな感動するんですよロドリゴ。こんな薄暗くてもう何の希望のないようなとこでもまだ信仰を保っていた人間がいるんだな。ロドリゴその時は一人ですけど、その暗闇の中にそういうことを思うとね力が湧いてきたんですよ。よかった思ってロドリゴ座ってたんです。するとねなんか音が聞こえてくるんですよ。はぁはぁ聞こえてくる、いびきが聞こえてきたんです。急に、あ分かった、自分は見張ってる門番が寝てるんだ、そう思ったんです。はぁ、もうロドリゴもいよいよ自分がまずいってことは分かってるんですよ。
いよいよひどい拷問されて、あ、穴ずりっていう拷問があるんですよ。フレイラ会った時にね、フレイラの耳の裏を見せてもらったんですよ。耳の裏を見せてもらうとね、なんか火傷でただれたみたいになってる跡があったんですよ。これが穴ずりにされた跡らしいんですよ。穴ずりっていうのは穴をまず掘るんですね。そこに逆さに入れられるんですよ。でも逆さに入れると血行止まって、もうすぐ死んでしまう。だからすぐには死ねないように耳の裏に傷をつけるんですって。すると耳の裏から血がバーッ垂れてくるらしいんですよ。逆さにしてると。あと鼻とか口からも垂れてくる。それがずっとかなり厳しい拷問らしいんですよ。俺も穴ずりにされるのかな、そう考えてたんですけど、いびきの音が聞こえるんです。はあはあ、自分がね、こんなもう穴ずりにされそうな時に、もういよいよ殺される、垂託にされるかいう時に、門番がね、いびきかいてるわけですよ。もうおかしくなってきて、もう自分はこんな苦しいけど、世の中はまるで全く変わらない。ああいう残忍な男が、人をまるで家畜のように殺してしまうような、そんな男がこうやって自分の門番をしてる、寝てる、のんきに、くそ、酒でも飲みすぎたのか思ってる。急に笑えてきたんですよ。ああ、笑えてきたんです。どうしたんだどうしたんだ。急にね、通訳が来たんですよ。暗闇の中ですけど、どうしたんだどうしたんだ。気でもおかしくなったのか。その時ロドリゴはね、もう一回笑ってたんですけど、面白くて、バンバン壁を叩いてたんですよ。なんで壁を叩いてるんだ。通訳に言われたんですよ。答えないですけど、私はただあのいびきを、ロドリゴが言ったんですよ。もうこの時ロドリゴ目はしてるんですけど、かなり弱って、いびき、あれはいびきではないぞ、通訳が言うんですよ。サオナ殿、あれが何の音なのか教えてやってください。気づかなかったんですよ。フェレイラもそこにいたんですね。でフェレイラが前に出てきたんですよ、ロドリゴの前に。あれはあれはいびきの音ではない。あれはお前のために穴ずりにされている者たちの苦しむ音だ。ロドリゴ、動けなかった。まさか、まさかそんなことが起きてるなんて思いもしなかった。自分がただこうやって苦しんでる時に、門番がのんきで寝てるもんだと。けど現実はもはや逆だった。自分のためにこうやって穴ずりにされて犠牲になってる人がいる。そんなよ、自分はいびきだなんて思ってた。そんな、もう動かないわけですよ。通訳もう中の様子は音が聞こえるだけで見えはしないんですよ、暗すぎて。大丈夫か、通訳に言われるんです。フェレイラが話しかけるんですね。ここで転ぶべきなんじゃないか。壁に文字が彫ってあるだろう。触ってみればわかると思う。讃えをしようと書いてあるだろう。それは私が書いたんだ。それも衝撃だったんです。まさかフェレイラが書いたな。あなたにそんなことを言う資格はない。あ、私に資格はない。しかし君が今やるべきことは転ぶことなんじゃないか、フェレイラに言われるんですよ。君が固くなに転ばない、帰郷しない、キリスト教としてのその教えを守っているのは果たして一体誰のためなんだ。キリストなら転ぶんじゃないか。私は彼らのために祈ってるんです。その祈りが力になるんです。しかし、神が君に何をした？神は何か君に答えたか？神はずっと沈黙しているだろう。フェレイラに事実を突きつけられるんですね。もう何も言えないですよ。君が転ばないのは人々のためではなく自分のためだろう。自分が恐れているからだろう。
教会から仕事を任されて、それを捨てることを、今まで自分が信じてきたものを捨てることを、自分が大事だからだ、恐れているからだ。しかし、よく考えてみてくれ。本当にキリスト教として今君がやるべきことは何なのか。もし君が今キリストだったら、キリストはここで何をしたか考えてみてくれ。キリストなら転んだだろう。キリストは貧しい人のため、病に伏せっている人のため、自分を犠牲にして愛している人のためにキリストは行動した。今こうやって君のために犠牲になってしまっている。3人も穴ずりに遭っている。君は今キリスト教として本当にキリストのことを信じているなら、君がやるべきことは転ぶことだろう。そう言われるんですよ。もう這いつくばって泣いてるんですね。 うわーって。でそこで牢屋が開いて、フェレイラが入ってくるんですよ。でフェレイラに立たされるんですね。で運ばれていって、踏み絵が用意してあるんですよ。もう何人も踏んできたからね、すり減ってるんですよ。で、そのキリストの顔を見ながら、最後は、その踏み絵を踏むんですよ、ロドリゴ。つらい。重い、痛い、思ったんです。最後踏んだんですね。で、物語。この後もね、少し続くんですけど、まだ、このロドリゴが踏んで、で、日本にこの後暮らすんですけど、その後で、エピローグみたいな感じで、物語はまだ少し続くんですけど、今日は、ちょっとここまでにしたいと思います。一番のクライマックスだったんでね。で最後一つね、この作品の大きなテーマ、沈黙。自分のために水にね、貼り付けにされて、茂吉と一同死んでしまう。ずっと弱くなって、けどそれでも波はずっと変わらない。世の中何もずっと変わんなかった。さらに自分のずっと一緒に旅してきたガルベが死んで、片目の男も切り殺された。けど周りはずっと変わらなかった。切り殺された時も肺がずっとふーん飛んでるだけ、何も変わらなかった。自分の祈りは届いていたのか分かんない。神はずっと沈黙してるわけですよ。何にも答えてくれない。そんな中、自分とね、辛い中、自分とキリストを重ね合わせたり、吉次郎とユダを重ね合わせたりしてきたんですけど、最後ずっと信じてきたわけですよ、キリスト教教会を、ローマカトリック教会を。けど最後まで穴ずりにされてる人たち、ずっと様子は変わらないわけですよ。そんなあんまりだと思った。そこでフェレーラに言われるわけですよ。何のために転ばないんだ。君が転ばないのは自分のためだろ。だって本当なら、もしここにキリストがいたのなら、キリストは愛する者のために行動していたんだから、自分を犠牲にして、自分の信仰を捨てて、君のため、君が転べば、穴ずりにされてる3人はすぐに助かるわけだ。あの3人はもう踏み絵にかかっているんだから、教えられるんですよ。ただ君がずっと転ばないから、彼らは穴ずりにされているんだ。そう教えられるんです。それを受けて、確かにそうだと思って、最後は踏み絵に足をかけたんですよ。それが一つ大きな沈黙のテーマですよ。神はずっと沈黙してた。けど最初もう一つ大きなテーマがあると思います。言ったと思います。目的、言いましたよ。大きな目的があった。この主人公のロドリゴに、自分の師匠がね、フェレイラがはるばる遠く離れた東の果ての地で転んだって聞かされて、そんなのありえない。自分も1年以上かけてマカオまで行った。自分には大きな目的があったわけですよ。それで日本の現状をしてね、確かに辛い思ったけど、その中でもいろいろ布教活動して、で吉次郎に裏切られながらもずっと捕まってしまってからも転ばなかったわけですよ。キリスト教を捨てずにいたわけですよ。けど何にも状況は良くならなかった。神はずっと沈黙したままだったわけじゃないですか。そんな中、最後あの場面、穴ずりに、自分のために穴ずりにされてる人がいる。自分の目的、キリスト教を守ることだった。キリストのために、キリストのために、そう思ってきたわけじゃないですか。けどこの時フェレイラに言われるわけですよ。自分のために君はキリストを捨てない、キリスト教を捨てないんじゃないか。もしキリストなら、
捨てているはずだ。そう言われる。確かに。ロドリゴにとって目的はキリスト教を広めることだって、キリストの素晴らしさをみんなに伝えることだ。それでローマカトリック教、ローマカトリ、ローマカトリックとかイギリス国教会とかプロテスタントとかいろいろありますけど、そのカトリックで自分はやってた、自分たちの教会をどうかお願いしますって井上にも言ってたわけですよ。けどそのね、教会っていう教会の規範を守ること、教会のルールを守ることが自分にとってそれは手段だったはずだったんですよ。最初はこのローマカトリックという教会に所属することによって、よりキリストについて深く信じることができる、みんなとコミュニケーションが取れることができるわけだった。そういう意味で教会はある一つの道具に過ぎなかったわけなんですけど、もう最後の方にロドリゴにとってはそのキリスト教、ローマカトリック教会を捨てないことが重要になってた。手段が目的になってしまっていたんですよ。けど一番の目的はキリストから学ぶこと、キリストを愛すること、キリストを信じることだった。だから最後の場面で、本当にキリストを愛しているなら、キリストを信じているなら、やるべきことは自分が転んで自分の愛する人のため、キリストを信じる人のために犠牲になることだったんですよ。それに気づかされたんですよ。自分の目的だと思っていたものは、実は目的を達成するための手段に過ぎなかった。そう気づかされたんですよ、ロドリゴ。そして最後泣きながら踏み絵踏んだ。このね、自分の手段が、目的を達成するための手段が目的になってしまってる。手段の目的かって思ったんですけど、これがこの一つのテーマになると思ったんですよ。例えばこれだと話がすごいでかいですけど、例えば痩せたいと、ダイエットしたい、ランニングしようと思ったわけじゃないですか。最初は痩せるっていう目的のための手段だったわけじゃないですか、ランニングってのは。だから毎日走ったりしたんですけどね、ある日足怪我しちゃった、ちょっと足首ひねっちゃった、なったわけです。そうするとね、急に嫌になっちゃった。ああ、ずっと頑張ってたのにダイエット、なんか足怪我したらもうやる気なくなっちゃったな。けど実際痩せるっていう目的達成するためなら、手段なんて他にいくらでもあるじゃないですか。筋トレもね、腹筋とかだったら足首なんて使わないわけじゃないですか。他にも、ランニングしてた分食事に気を使ったりね、もっと時間かけて食べるとか、野菜に気を配ると、栄養バランス気配るとか、そういうのに時間使えるはずじゃないですか。けどこのね、走るっていうことが大事、ずっと思ってると、それが達成できなかった時にね、あ、目的の方もね、あれ、なんかいつの間にかそっちの影が薄れちゃったりするわけですよ。他にも、怪我しなくても、ね、ランニングしててなんか体重減んないなと思って、ああもうダメだと思っちゃう。ずっとこんな自分を走って頑張ってるのに思ったりするかもしれないですけど、単にその人にランニングが向いてないだけかもしれないじゃないですか。だったら他の、なんかプールに行って水泳してみるとか、また今見ようとして筋トレしてみるとか、食事制限とか睡眠のバランスとか、そういう他のものも考えてみたらいいかもしれないのに、一つこの目的、このね、走るっていうのが、最初は痩せるだったんですけど、この走るが大事になってくると、その痩せるってのを渡して、まるでイコールのような感じになってしまうかもしれない。この痩せるイコール走るなんだ思うと、他の選択肢が潰れてしまうっていうことも言えるかもしれません。こうやって私たちの生活にかなり身近に関係してる、よくあると思います。僕もね、たまに本読んでるんですけど、なんかすごい難しい本だとね、ちょっと軽く飛ばせばいいのに、これをまあ動画にするとなると、やっぱ知識入れなきゃないうのもあるんですけど、一旦置けばいいのに、ね、もうその本に固執、絶対に読んでやるからちょっとムキになって、その本を読むことが、あくまで手段、情報を得るためのね、手段なのに、本を読むことは。その本を読むこと自体が目的になってる。ああ、目的、これ、手段なのに目的になっちゃってんじゃん。自分で、ちょっとね、この沈黙を読んでみて、ああ、自分、あの時の自分は、もう良くなかったなと、手段が目的になってたなと、反省することもあります。皆さんは、そういうこと、あるでしょうか。他にもね、いろんな場面があるんですけど、この沈黙ぜひ読んでほしいと思います。しょうがなく切り取ってしまったとこもあるんですが、それではさようなら。遠藤周作で沈黙でした。